キノトは1番から80番までの番号の中から任意の番号を1個以上20個以下の範囲であらかじめ選んでおき、その後にゲームの主催者によってランダムに決定される20個の当選番号の中にその番号がいくつ含まれているかで特装を決定するギャンブルゲーム及び宝くじである。ゲームの期限は期限前の中国にあり万里の頂上の建設資金を調達する目的にも、 行われたと伝わっている。米国においては19世紀に鉄道の敷設や鉱山の採掘に従事する中国系移民たちの間で行われていたものが一般に広まったとされており、今日のアメリカの主なカジノの多くに設置されているほか、ヨーロッパの一部の国では宝くじとして発売されている。全自動タイプのキノグース現代のキノは、 キノグースと呼ばれる透明なフラスコ状の抽選機に1番から80番までの投資番号が振られた80個の抽選用のボールを入れ、これを強い空気で吹き上げて攪拌し、キノグースの上端にある取り出し口に入ったボールに描かれた数字を当選番号として採用するものが多い。選び出されたボールに描かれている数字の読み取り、場内へのアナウンス、よび場内への掲示は、 人間が手作業で行うが、2000年頃より、これを全自動で行う抽選機の普及が進んでいる。また、日本人にもビンゴゲームで、馴染み深い、ボールが入ったカゴが回転するタイプの抽選機もある。ゲームに参加するには、木のラウンジと呼ばれる木の専用のエリアに備え付けてある、申し込み用紙に、やはり備え付けのクレヨンで、予想する番号に印をつけ、かける金額と、 何個の番号を予想したかを、用紙の所定の場所に記入した後に、掛け金を添えて、窓口の木のライターと呼ばれる係員に差し出す。申し込み用紙を受け取った木のライターは、予想された番号にマークが印刷された控え用紙を発行するので、これを受け取り、抽選が始まるのを待つ。カジノ併設のレストランの卓上に置かれている木のの申し込み用紙また、 カジノ内に併設されているレストランには、卓上に、機能の申し込み用紙を備え付けているところもある。この場合は、申し込み用紙と掛け金を、機能ランナーと呼ばれる、場内を巡回している、機能ゲーム専門の係員に渡すことで申し込むことができる。そのようなレストランには、抽選の経過がモニターできる、電光掲示板が壁や柱に設置されている。 抽選の結果、一定の条件を満たして、賞金を受け取る権利が発生した場合は、次のゲームが始まる前までに、控え用紙を窓口、または、キノランナーに提出し、賞金を受け取る必要がある。ただし、マルチレース機能と呼ばれる、一回の申し込みで連続する、複数のゲームを購入している場合は、この限りではない。ラスベガスでは、一枚の申し込み用紙で、一定ゲーム数以上を、 連続して購入すると、そのチケットは1年間有効になるというように、扱いが全く異なってくる。そのように、多数のマルチレース機能を購入した客のために、部屋のテレビで抽選の経過を放映したり、インターネット上で系列のカジノホテルで行われた機能の結果を公表、検索できるようにしたりと、工夫を行っているカジノホテルもある。 賞金が受け取れる条件を及び倍率は、あらかじめ選んでおいた番号の数と当選番号と一致した番号の数の組み合わせによって異なる。その詳細は、申込用紙と同じ場所に備え付けてある、配当票を参照することで知ることができる。一般的には、多数を選んで、多数が一致するほど受け取れる賞金は高くなる。ただし、賞金には、上限額が設定されているため、 一定以上の条件では、賞金が頭打ちとなる場合もある。なお、大抵のカジノでは、通常のゲームの他になど、様々なバリエーションが提供されている。スロットマシンの一種で、機能ビデオゲーム化し、一人で自動的に遊べるようにしたもの。一度に20枚のカードを個別に作成して一度に抽選を受けられるなどの工夫も見られ、一般的にキノラウンジで行われる。 通常の機能よりも有利な賭けが提供されている場合が多い。北米のカジノでは常に一定の人気があり、大抵のカジノで普通に見かけられる。一般的に、機能はカジノで行われているゲームの中では最も分の悪いゲームであり、払い戻し率が70%を下回る場合も珍しくない。しかし、類似のゲーム性を持ちながら払い戻し率が50%。 前後である、一般的な宝くじと比較すれば、ほとんどの場合において、プレイヤーに有利である。ただし、レギュレーションによって、宝くじ程度の払い戻し率しか認めていない国、または、地域が存在するほか、そうでない地域でも、変え方によっては、宝くじと同等程度の払い戻し率になってしまう、場合もあるので、宝くじより必ず有利とは言い切れない。また、 米国ネバダ州の例では、払い戻しの規定はカジノごとに独自に設定しているため、同じ内容の賭けでもカジノによって有利不利が生じているケースもある。同様にネバダ州の例では、プレイヤーズクラブカードのポイント積算において、他のゲームよりも有利な割合を提示しているカジノなども存在する。ありがとうございます。